皆さんこんにちは、まめです。 iPhone の充電音をカスタマイズする動画、たくさんの方に見ていただきました。ありがとうございます。このカスタマイズについて YouTube の動画のコメント欄や Twitter の DM でたくさんの質問をいただきました。そこで今回の動画ではよくある質問の回答をしたいと思います。中でも今設定できているけれどもより便利にすることができる内容も含まれますので、設定できている方もぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでは早速いきましょう。まずはオートメーションの設定に充電器という項目がありません、どうしたらいいですかという質問について、オートメーションを追加して下の方に充電器という項目がありますと前回の動画でお伝えしたと思いますが、この充電器が表示されないという方が多くいらっしゃるようでした。その場合は設定アプリを開いていただいて、一般ソフトウェアアップデートをしましょう。こちらが iOS14 以上でない方はここにソフトウェアインストールというボタンが表示されているはずですので、そちらを押して iOS を最新版にアップデートしてみてください。それでもダメだという方は App Store を開いてショートカットと検索していただいて、こちらにありますショートカットを開いて、ここが開くではなくアップデートになっていた場合はアップデートを押していただいて、ショートカットも最新版にしましょう。そうすればここに充電器が表示されるはずです。続いての質問、設定が無事完了した iPhone に充電ケーブルを挿したとき、このようにフォンという iPhone の元々の充電音と今回カスタマイズした音が両方鳴ってしまう元の音を消したいという質問に対して、これを消す方法は簡単で、 iPhone をマナーモードにしてください。それだけです。そうすれば元の音は鳴らずに今回カスタマイズした音だけが鳴るようになります。最後の質問、これも同じように設定が終わった iPhone にケーブルを挿した時、このようにショートカットの通知が上から下に降りてくるのを消せないですかという質問に対して、結論から言うと消すことができます。当初質問いただいた方にはそれは仕様です、消せませんというふうにお答えしていたかもしれませんが、なんと視聴者の方から消す方法を教えていただきました。ありがとうございます。早速説明していきたいと思います。まずは設定アプリを開きましょう。スクリーンタイムをタッチします。すべてのアクティビティを確認するをタッチしましょう。週、日とありますので日を選択していただいて、一番下の方までスクロールしてください。そうするとショートカットという項目が見つかります。これをタッチしましょう。僕のようにこれがタッチできない方、あるいはショートカットがないという方はこちらの左矢印を押していただいて、昨日のデータを見たり一昨日のデータを見たりしてショートカットという項目を探してみてください。こちらにありました。タッチしましょう。すると通知を許可がオンになっていることがわかります。これをオフにしてあげると、充電ケーブルを挿してもショートカットの通知は降りてこず、よりスマートに音を鳴らすことができるようになりました。すでに設定されている方もぜひこれは設定しておきたいですね。以上、今回は iPhone の充電音をカスタマイズする方法についてよくある質問にお答えしました。それではまたお会いしましょう。